こんにちは。自宅から失礼いたします。今日はいよいよ待ちに待ったホーム開幕戦でございます。さて、J2 リーグが開幕して開幕2連勝と素晴らしいスタートを切った我らがモンテディオ山形ではありますが、その2連勝の後、悔しい2連敗というような形でホーム開幕戦を迎えることになりました。しかも今日の対戦相手は、まだ4戦を終わったばかりですけども、首位に立っている FC 町田ゼルビアさんとの一戦になります。いやー、ホーム開幕戦で首位のチームをお迎えしてとしての一戦となります。いやー、厳しい戦いにはなるかと思うんですけども、もう我々サポーターの熱い応援で後押しをして、選手の皆さんに頑張っていただきましょう。そして今日は勝っていい流れを取り戻しましょう。よし、行くぞ、勝つぞ、おー、行ってきまーす。はい、ではこれからフリーズモンチいただいてきます。おはようございます。お願いします。指があ、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こちらのユニフォームモンチョいただきました。後で広げた映像を載せておきます。こんな素敵なものいただきまして、ありがとうございます。よし、これを身にまとって今日は勝つぞ。はい、今年初めてとなるスタジアムグルメ買ってきました。今年の勝ち飯はこれにします。じゃじゃん、ジュリーさんの野田ちゃんのかぼちゃコロッケ350円。もうこのコロッケはね、なんかとろっとしててかぼちゃの味がものすごく濃くて美味しいんですよ。しかも腹持ちがいい。ぜひスタジアムに来た時はジュリさんでお求めになってみてください。本当に美味しいのでおすすめです。ではいただきます。はい、スタジアムグルメグルメん？ちょっと飲み物、温かいものをいただいてきました。バンコクコーヒーさんで今年選手とコラボしたコーヒーですね。こちらちょっとこれだけだと分かりにくいですけども、コーヒー大好き藤本よしき選手とプロデュー、よしき選手がプロデュースされた浅入りのコーヒーですね。こちらの方いただきます。楽しみです。はい、今先行入場しました。いや、今年初めてのスタジアムになります。いよいよ雪国山形にもサッカーなる生活が帰ってきました。いや、今日はね、本当にさっきも言った通り首位の町田ゼルビアさんをお迎えしての試合なので、厳しい展開にはなるかと思いますけども、サポーターの激アツの応援で選手を後押しして勝ちましょう。行くぞ、勝つぞ。Over the line.
ございます。いやー、町田ゼルビアさん強かったですね。もう大型補強が大成功したせい、あのチームで、チームというのもあって、で開幕4戦終わって首位に立ってたチームというだけあって、いやー、試合展開が本当に素晴らしかったです。ただ悲観的にはなっておりません。というのも、あくまで個人的な見解です。なのでそれはちょっと違うんじゃないっていうのはちょっとごめんなさい、なしにしていただいて、あくまで本当に個人的な見解です。あのスタジアムで、今日の試合ゴール裏からいつものように観戦はしておりました。で、ですね、モンテディオ山形のゲームメイク、ゲーム展開っていうのは自分としてはそんなに悪かったかなっていう印象はないんですね。というのも、あのモンテディオ山形のストロングポイントっていうのがやっぱり右サイドの攻撃なんですだと思ってるんですよ。で今年は小野正人選手が加入したということもあって、左サイドからの攻撃の起点を作るっていう流れもできています。そして戦術がちょっと変わったのか、真ん中をうまく使って両サイドの攻撃起点をおとりにするっていうわけじゃないんですけども、真ん中からの攻撃っていうのも今年モンテディオ山形のこうサッカーとしてすごくプラスになってきてる、あのなんて言うんでしょう、スタイルかなっていうふうに見てるんですね。で今年じゃないや、今日の試合もその両サイドを起点にして、まあ、主に右サイドですね、右サイドの方の攻撃を起点にしてゲームメイクを作っていっておりました。で左サイドからもゲーム展開を作っておりました。で前線のパス、ドリブルであったりっていうような形でゲームをどん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 作っていってはいたんですけども、ですね、町田さんのチェックの速さっていうのがものすごくすごいなっていうふうに感じました。っていうのも、早い段階での、このボールを持ってる選手へのプレッシャーのかけ方だったり、インターセプトっていうのが、すごく、町田さんの、この守備の面で光ってたなっていうふうに感じました。で、モンテディオ山形がそれをうまくかいくぐって、ドリブルで突破していったり、前線の方にパスを、ショートパスをこう繋いでいって、展開していった段階で、もういよいよゴール前に最終パスを上げるというような形を何度も作ってくれてはいたと思うんですよ。ただ最後のそのパスを出す段階、パスを出す前での町田さんのチェック、そしてボール奪取っていうのが本当に光ってたなっていうふうに感じました。だから今日本当に個人的に思った感想なんですけども、モンテディオ山形は決して悪くなかった、その上を町田ゼルビアさんがゲーム展開をしていったんじゃないかなっていう風に感じております。まあもうね、ほんとサッカーのこと何も知らないくせに何言ってんだよっていうお声があるのは当然かとは思ってるんですけども、まあ、そんな感じでもう本当に町田ゼルビアさんが素晴らしかったっていう風に、町田さんをこう称えるべきゲームだったかなっていう風に感じております。もちろん対戦チームなのでね、もう対戦チームを称えるなんてなんてことだなんて怒られちゃいますけども、個人的には本当に町田さんのサッカーが今日は素晴らしすぎたなっていうふうに感じた次第であります。いやーでも正直、ホーム開幕戦、勝ってまた勢いを取り戻したかったっていうのが正直なところではありますので、本当に、一サポーターとしてやっぱり残念でならないですね。ただ、ね、昨年も言ってますけども、サッカーで生活をしているプロの選手ですから、勝ちたいに決まってるんですよ。我々サポーター以上に勝ちたい、そして負ければ悔しいっていうのが、もう選手やスタッフの皆さんです。なので、ね、ちょっと試合中、やっぱり厳しい声がかなり飛んではいました。まあ、そんなこと言わなくてもいいじゃんって正直思ってはいましたけども、そういう厳しい言葉を投げたくなるサポーターの皆さんの気持ちを分かりますけども、我々以上に悔しい思いをしているのは本当に選手スタッフの皆さんですので、もうこの悔しさをちょっと次の対戦相手ビバーレ長崎さんに向けて
ね、ビバーレン長崎さんが嫌いだって言ってるわけじゃないんですけども、ビバーレン長崎さんとのアウェー戦に、もう我々サポーターこの切り替えて、もう、で、現地に行かれる方も当然いらっしゃるかと思います。もう現地からの激アツ応援よろしくお願いします。そして現地に行けない方、もうダゾーンで、ね、テレビとかスマートフォンの前で激アツの応援を送りましょう。リアルタイムで見られない皆さんもいらっしゃると思います。ね、気持ちだけは長崎に思いを届けましょう。そして、ね、我々の思いで選手を後押ししましょう。我々のモンテディオ山形は、まだまだこんなものじゃありません。シーズン、長いシーズン42節あるうちのまだ5節終わったばっかりです。あと37節、もう37節かもしれませんけども、まだまだ巻き返しはできます。これからです。ですので、ここから熱い熱い応援で選手を後押ししましょう。チームを盛り上げていきましょう。我々サポーターにできることは選手をやじることではありません。選手に激アツの応援を続けることです。よし、ここから一気に巻き返してガッと上を目指していきましょう。このユニフォームのようにガッとガッとガッとね、どん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 上り調していきましょう。まだまだこれからです。よし、次こそ勝つぞ。そして4月2日かな、次のホーム戦、そちらの方もしっかり応援して勝ちましょう。連勝といきましょう。行くぞということで、ちょっと、まあ、短めではありますけども、こんな感じで、今年1回目の観戦記でございました。では、また次の動画も見ていただければ何よりです。ありがたいです。では、よろしくお願いいたします。では、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次も激アツ応援、次こそ、勝つぞ勝つぞ勝つぞ。では、バイバーイ！ありがとうございます！